と、お相手アイスさん、レート1867。パーティーは、ユキノオ、バシャーモ、ニフィア、ジルガルド、トリトトン、ガルーラ。体制の方に移ります。相手のメガ枠は、ユキノオかガルーラのどちらかと考えていましたが、ユキノオとガルーラが両方同時に出てきたため、メガ枠はガルーラで雪の王の持ち物は気合いのたすきと考えました。素早さ関係を逆転させる意図もあって馬車もとで守る選択。ギャラドス確かアイスさんと一度対戦したことがあったので、ギャラドスの電磁波を警戒されたのか、ギャラドスに対してガルーラの猫騙しを選択。ここで普通のエース振りの馬車もであれば加速1段階の加速でガルーラを素早さ抜けるはずなんですけども、ちょっとHA 振りとかよくわからない方の馬車を使っていたため抜くことができないので、相手のガルーラを格闘技で縛れていない状況でした。しかし相手が縛られていると思い込んでガルーラ方向に格闘技が打たれるのを警戒して、ジルガルドが交代で出てくるだろうと考えて、ガルーラ方向には格闘技を選択せず、ユキノオに対してフレアドライブを打ちましたが、実際にはガルーラは居座って攻撃してきたためバシャーモが倒されてしまいます。ギャラドスはギルガルドが裏から出てきた時、もしくは万に一つにガルーラが居座った時を考えて行動制限できるように電磁波を選択していました。ここで相手の裏にバシャモがいる可能性も考えて、ギャラドスの威嚇をもう一回繰り出したい状況になる可能性も考えて、ギャラドスを一旦引っ込め、裏からガルーラを出しました。相手のギルガルドは食べ残しが発動しないので、持ち物は命の玉か弱点補給の可能性を考えます。普通はガルーラ・ニンフェンの並びはジルガルドに対して大きな打点がないはずなので、ジルガルドを動かしてくるかと考えたのですが、実際はジルガルド・キングシールド・トリトドの守るを選択してきたため、こちらのガルーラの肝玉猫魂はギルガルドに対して通らず、攻撃を2段階下げられてしまいます。攻撃が2段階下がった状態のガルーラを居座っても特にダメージが与えられないため、ギャラドスを裏から繰り出しました。ミンフィアでハイパーボイスを選択しますが、ギルガルドのワイドガードで防がれてしまいます。相手側としてはニンフィアが一番脅威となるポケモンなので、ニンフィアを早く処理したいと考え、ニンフィアに対してネットを選択してきました。ニンフィアでもう一度ハイパーボイスを選択して、相手のジルガルドがワイドガードを選択しないことを祈るか、もしくはニンフィアを交代するかでしたが、ニンフィアを交代しました。メガガルーラはこの段階ではまだメガ進化していないため、集中攻撃で大きなダメージを受けてしまいます。
少しでも相手のトリドドンを削ってこちらの攻撃圏内に入れたいと思い、猫魂をトリドドン方向に選択しましたが守られてしまいます。この状況でとりあえず相手のメガガルラを処理したいと考えたので、ニンフェのハイパーボイスかメガガルラの手探りどちらかが通ればいいと考えて、両方を、まあ交代、ギャラドスに交代することなく両方攻撃機を選択しました。この段階でギャラドスの攻撃は地震と滝登りしかなく、ニンフェアはハイパーボイスがメイン技なので範囲技がメイン火力になっているので相手はワイドガードが安定しますが、ここはワイドガードの可能性が高いと考えてニンフェアでメガネシャドーボールをギルガルド方向に選択。ギリギリで倒すことができませんでした。ニンフェアはトリトドンの大事な力で落とされてしまいます。この段階で普通の滝登りしか攻撃技がないギャラドスだったら降参するはずなので、攻撃を戦闘を続けている段階で相手はサブウェポンの存在を分かっていたと思いますが、相手のギルガルドはワイドガードを成功させることができず倒すことができました。ここからはトリトドンが熱湯でこちらのギャラドスを火傷させてくるかどうかという点と自己再生を持っているかどうかということでしたが、相手のトリトドンの技構成は、ここまでで、守る、熱湯、大地の力が分かってましたが、自己再生はないようでしたので、あとは熱湯で火傷を引かれるかどうか。ニンフィアも含めて何度か熱湯を打たれ続けていますが、一度も焼き色させられることがなかったので、この試合は勝つことができました。はい、3対戦ありがとうございました。